アンセル・イーストン・アダムス2世はアメリカの写真家。カリフォルニア州ヨセミテ渓谷のモノクロ写真で有名。また、写真に関する数々の著作でも知られている。特に写真技術を扱った3冊の本が有名。エドワード・ウェストン、ウィラード・ファンダイク、イモージン・カ・ニンガムなどと並ぶグループ F64 のメンバーでもある。アダムスは1902年。 カリフォルニア州のサンフランシスコで生まれた。4歳でサンフランシスコ自身に被災して、鼻の骨を折り、鼻が左に曲がったままになった。画一的な学校教育に合わず、12歳で学校を飛び出した。ピアニストになる夢を持っていたが、ポールストランドのネガを見て、写真に興味を持った。彼は長い間、生涯の仕事として、ピアニストになるか写真家になるか迷っていた。 寄せみてにて、後に妻となる、バージニアベストと出会った。17歳の時、自然保護団体シエラクラブに入会し、妻と共に一生涯会員であった。若い頃は熱心な登山家として、毎年恒例の高山登山に参加、シエラネーバダ山脈の登山を行った。1927年にハーフドームを撮影し、彼自身写真を実在の 幻覚で燃えるような歌として撮影できることを実感した。その後、環境保護主義を唱え、彼の作品は人の手が入る前のアメリカの国立公園の記録としてシエラクラブの活動を支え、環境問題への注目のきっかけとなった。第二次世界大戦中は内務省のために記録写真の撮影に取り組んだ。しかし、アダムスは 真珠湾攻撃後の日系人抑留にショックを受け、ウィリアムソンさんを含むシエラネバダ山脈の麓にあるカリフォルニア州オーエンズバレーのマンザナール強制収容所への訪問を行った。その後制作したフォトエッセイはニューヨーク近代美術館でカリフォルニア州引用軍マンザナール強制収容所の中世にある日系アメリカ人として発表した。ウィリアムソンさんを背景に 農作業を行うマンザナー強制収容所の収容者1943年1952年には雑誌アパチャーを創刊した。その後、グッケンハイム財団のフェローシップを3度受け、また1966年にはアメリカ芸術科学アカデミーの特別研究員にも選ばれた。1980年にはジミー・カーターより文民が受けられる最高の栄誉である。 大統領自由勲章を受賞。アンセル・アダムスは1984年4月22日にガンによる新疾患で死去した。アダムスの業績を禁念し、1984年に陰陽国立森林公園内のミナレッツ原野はアンセル・アダムス原野と改名された。また1985年にはシエラネバダ山脈にある標高11760フィートのミネが、 アンセル・アダムス山と名付けられた。アダムスの写真の版権は、ザ・アンセル・アダムズ・パブリッシング・ライツ・トラストによって管理、されている。また、全作品は、アリゾナ大学の EN ・センター・フォー・クリエイティブ・フォトグラフィーで一周、保管されている。宮武東洋1895から1979写真カザ・キトンズ・ザ・スネーク・リバー・アイブニング、マクドナルド・レイク、グレーシャー、ナショナル・パーク、 アダムズ・チャーチ、タオス、プエブロ、ありがとうございます。